チャンネル。はい、5番ホール387ヤード、右に池、左 OB、 右ドッグのコースです。左の斜面方向行きたいと思います。変な。行ってみましょう。はい、左斜面のラフにありました。残り155ヤード。やや打ち下ろしなんで7番ヤードいきます。左のカートパス方向です。はい、グリーン左サイドのラフです。残り30ヤード、56で行きます。エッジを越えたあたり、まずまずです。決めよう。ピン左奥から、2メートルの下りのスライス。切れねえ、切れんか。先です。はい、ボギーです。6番ホール408ヤード、パー4、左ドッグの長いフォアフォです。ドライブできます。左は OB。 でしょ。ちょっと下半身がブラブラじゃ。右ラフありました。ここに170ヤード、4番ヤードいきます。ちょっとです。難しいな今は。はい、バンカー手前の右ラフから残り35ヤード、56で行きます。ちょっと強く入りました。はい、ピン左奥、7メートルの下りのスライス。
かる。パッとダボやっちゃいました。7番ホール、363ヤード、ハンディキャップ1のホールです。パー4です。曲がりおるし、めっちゃ手前叩きおる。はい、左サイドのラフから残りが150ヤードの打ち上げなんで5番ヤードできます。正面の木の向こうです。ピンはありませんでした。ピン右手前、7メートルに乗ってました。ほぼストレートでや若干スライスかぐらいの上りです。ナイス。もうまっすぐでしたね。これはいいパットができた。おかげです。はい、15センチ。やった。オッケー。やった。よし、オッケー。耐えた。はい、8番ホール、ピンまで打ち下ろしで142ヤード、もう7番屋でいきたいと思います。はい、ピン手前のカラーです。残りまあ9メートルぐらい、スライスで上りの下り。ボケいった。うわー、惜しいけど、カップに当たったけど。はい、ピン右奥からオーバーしました。 2.5m。 上りのフック。曲がらん。打ったのにな。かけです。はい。あー、ダボです。ダボです。ボギーです。
で。はい、前半ラストです。338ヤード、まっすぐのパー4です。ドライバーできます。はい、1打目が、左 OB でしたのでプレホからいきます。打ち上げ入れて110ヤード、ピッチングできます。よし、今のは A を打てました。入れてボギーじゃ。はい、ピン奥2メートルについてました。入れたらボギー。もうほぼストレートでいきたいと思います。大きいこのボギー、これは前半多分43じゃ。よし、これは大きいで、この一打は。はい、前半終わりました。今日の勝負飯はラーメンセットです。ラーメンに唐揚げがついてお得です。はい、今日はまあ弟と来てるんですが、この後前半私が、僕が43、弟が47ということで、ハンディを弟に10あげて、晩飯をかけてこの後勝負したいと思いますので、張り切って後半も頑張っていきたいと思います。それでは後半で続くです。